欲があるからね、突っ張られるんですよ。ですから、だいたい原則がこうですって言ったら、そうかもしらんけどって言って、こう突っ張ってこられるね。だいたい多くの人は2年かかります。で突っ張ってヘトヘトになって関連するのは2年かかります。で3年目あたりからこう経営改善に入っていかれるんです。しかしね、まだまだそう簡単な敵もおるからね、いっぱい競争相手も。で少しずつ少しずつこう直していって業績ね、そろそろ中頃5年ですね。ここまで続かないんですよね、これが。さあ競争相手もおるんだから、自分だけじゃないんですからね、敵もいっぱいおるんだから。だからやっぱり競争相手の社長も、おる中でやっぱりその腕が上がるにはこれがかかるということですね。ですからまあ、それまでの間やっぱりちょっと欲に目がくらまないようにこうずっとこう言っていただくとね、こういうことですよね。はい、ということで次はそれじゃあ強いもの作り、チーズ作りの戦略ですね。お手元のそれじゃあなんで一位を作るかということですけど、10ページの一番目ですね。前の章で競争力がある強い商品作りをはじめとして、競争相手よりも多くのお客を作った1位の地域や強い業界、強い客層を作ると従業員1人当たりの粗利益が多くなった上に、経費の中で最もウェイトが高い営業経費が割安になるので、結果として従業員1人当たりの経常利益が多くなることについて説明してきました。では限りある経営力で競争力がある強い商品を作ったり、強い地域や強い客層を作るにはどうすればよいか。それは2500年前にですね、孫子の兵法にある戦わずして勝つ。これはまあその純粋に戦争の意味ではなくてですね、まあ、経営にこう勝手にこじつけでちょっと使ってるんですけどね、戦わずして勝つ、勝ちやすきに勝つという原則の応用であります。戦わずして勝つというのは孫子の兵法の意味がちょっと違いますけど、経営ではね、強い強、誰もやってないものをやること、誰もやってないものをやると敵がいないからうまくいくわけですね。